どうも、岡田です。夕方散歩です。夕方って言っても本当に夕方なんですよ。18時09分なので、もう日は完全に沈んで、ちょっとね、しかも曇ってる。これじゃちょっと分かりづらいんですけど、結構曇り空でございます。曇りの空で、一応ね、だからまた前みたいになっちゃいけないから、傘の方持ってきております。ということで、いつもの夕方散歩スタートです。実際でね、見るより iPhone の画面通した方がね、明るく見えるんですよね。こういう風に撮ったらもう全然画面むちゃくちゃ明るい。カメラ性能やっぱいいんだな。秋の虫の鳴き声がしますよね。これね、やっぱりね、もう早く買うべきかな。 iPhone XS だったかな。なんかカメラ性能、インカメの性能がアップしてるっていうことで、まあ、僕なんか iPhone で全部 YouTube の動画撮ってるから、もうなおさらやっぱり必要だなっていうふうに思いますよね。 iPhone か、いくらするんだろう一体。全然金額とかあれなんだけど、どうせソフトバンクの方でうちの奥さんも一緒に機種変更してすると思うので、それにしても夕方だけどやっぱり歩いてたら暑い。T シャツでよかった。だいぶね、暗くなってきましたけどね、肉眼よりはね、こういう風にちょっと明るく見えますよね。これ一応 iPhone 7 Plus ですね。でも iPhone XS にすると1世代開けて機種変更みたいな感じになるから、随分やっぱり違うんだろうな。こういった暗いところがなんか違うっぽいんですよね。さすがにここら辺も真っ暗になったら街灯がないから。ということで、この動画がいつアップするかわからないんですけど、さっきまでライブ配信してて、本当ね、たくさんの方遊びに来ていただいてね、すごく嬉しいわけですよ。本当ね、皆さんの支えがあって僕がいるみたいな感じなので、まあ、これからもですね、自分が好きなように好きなものをまず楽しんで YouTube の方でアップロードして、もっともっとね、何かいい出会いがあればそれが一番いいんじゃないかなと思ってます。最近あんまり歩いてないから息切れがしてきた。夜のね、あの感じもすごく綺麗ですよね。ほんとそれにしても日が短くなりました。まあね、今日ね、この T シャツとか着てますけども、いろんな方にね、いろいろ教えてもらって、皆さんとね、こう洋服もファッションもこう、なんていうかな、楽しいものをね、いろいろ見つけられたらいいかなと思ってます。やっぱり洋服って本当皆さんそれぞれだし、なんていうかな、こう個性が本当に出せる一番この身近なものだと思いますので、まあね、あれがいい悪いっていうのはそれは好みの問題だとやっぱり思うし、まあね、そのあたりで好きなものをね、どんどん自分の中でもチョイスしていってきて、YouTube の方をアップしたりとか、皆さんとね、こう共感共有できるようなね、楽しみがね、もっと増えるような気がします。まあ、何でもね、前向きに考えて楽しくいくのがベストなんじゃないかなと思います。これね、わかります？わからないかな。これね、結構ね、ほんと暗いんですよ。でも iPhone すごいな。 iPhone XS だったらさらにすごいんだろうな。ということで、いつもの電車スポットでございます。さすがにやっぱりね、いつも通り来ないんでしょうね。来る気配全くなし。ちょっとね、待ちたいと思います。傘不要だった。降るかなと思ったんですけどね、不要でございました。いや、ほんとね、いろいろね、9月、10月ともっともっとね、自分なりに好きなことを見つけて楽しめたらいいかなと思ってます。こういったね、あの夕方散歩も楽しみにしている方いらっしゃるし、もう洋服も車も旅動画もいろいろね、楽しみにしていらっしゃる方いるので、可能な範囲、僕もね、どん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 、こう何ね、前に前に持って、気持ちを持っていこうかなと思います。まあ、でももともとね、そんな言うほど、あのちょっと悩んだらって言われるぐらいなので、そこまで悩まないタイプなんですけども、電車が来ないのが今の悩みかな。ということでね、全く
電車が来る気配がないので行きます。猫がいる。見える？見えないな。それぞれね、悩みってね、尽きることはないと思うんですけども、そこにね、悩むことを悩んでいたらその場から身動きが取れなくなってしまうっていうね、考え方に変えることによって、随分ね、僕の中でも生き方っていうのが変わってきたのが事実なので。ワンちゃんがいる。豆柴かな、なんだろうか。はい、明るいところに来ました。さっきの続きじゃないんですけども、まあ悩みはね、尽きることはないと思うんですよ、生きている以上。ただそれにね、僕は悩むことを手放していると。したらねって、そうしたらね、随分ね、気持ちの面というかね、生きていく上でかなり楽になったと思います。もう悩むことにずっとね、執着していたら、ほんとこう全然ね、前に進まなかったことばかりなので、まあそのあたりをね、捨てることで今のね、こういうような生き方に自分自身変えられたから良かったかなと思います、という形で今日の夕方散歩を終わりにしたいと思います。で、本日もご視聴ありがとうございました。岡剛でした。ではまた見てください。傘本当にいらなかった。